まずは毎朝お参りする前に、これでお水をまず変えてます。こうやって仏さんのところ一つずつこう水をこうコップを取って、うん、で新しい水をこう入れさせていただいて、うん、でたくさんあるからこう夜間使ってますから量があるからですね。そう水だけのセットを変えてきます。お盆の期間中ルートって感じですか、うん、いや毎日365日、うんうん、お盆の期間中にこの御膳ってことあるけど、うん、御料御膳っていうこういうやつはお盆期間中だけやけど、お水はこれもう毎日、そうで365日毎朝5時から朝の勤め。で今日8月15日だから正面の方盛り塩とか今日の夜交換するので、またそれはちょっと紹介しますね。で今から5時からお参り始まるんだけど、この太鼓でねいつもこう始まるんね、はい、南無はいつも、ね、仏壇で本堂終わったらここでねお参りをするんだけど、ここもやっぱりねまずは水を変えていくんね。これ仏様も仏壇のご先祖様たちも同じことで、お供えする側の気持ちを手向けるっていう感じだよね、お線香とお経もあげて気持ちを手向けるんやけど、それと同じで今日も一日お願いしますみたいなことだよね。これも365日ずっと、ずっとね、大変ですね。一番の基本やね、こうやって挨拶、命に合唱するっていうかね、よく仏壇にさ、はい、家をあれしたらダメとかいいとかってあるやん。私はいいと思ってて、写真を見たらリアルにその時のことを思い出すでしょ、だから父方のじいちゃんばあちゃん、母方のじいちゃんばあちゃんの写真を並べて、その写真見ながらいつもこう挨拶させていただくっていう感じやよね。素敵ですね。妙法蓮華経弁本台に二世尊寺三昧安堂に行き、はい、おめでとうございました。プロ合わせるだけじゃん。うちらの、まあ、プレイヤーやからね、出す方やからね。そうでは一軒目つきましたので、今お盆のお参りで、今日も何軒もあるけど、まずは今日は7時から1軒目でございます。では行ってまいりたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。無常人人未明の法は訳す。はい、どうもお疲れ様でございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってね、大変でもね。お花綺麗ですね。ありがとうございました。おはようございます。すいません、よろしくお願いいたします。一言即行くよ一切三世仏。どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日若栗方面ずっと回っていただいて、お元気で活躍していただいてまたよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。こんな感じでね、ずっと同じような感じなんよ。家庭によって変わってくるんですか。そうこちらはね、もうフラットな状態で行ってて、はい、例えばこう質問されるとか、はい、なんかこういうふうに法事をしたいとかでもそうだし、いろんな質問もあれば人生相談も始まってみたいとか、うん、いろいろなんね。ちなみになんですけど、うん、今日その伺わせていただいた時に、うん、入って左手にすごい陶板、うん、めちゃくちゃあったと思うんです。あれ書かれてるんですよね。あれ全部カンちゃんが書いてるんですか。うん、いや、あれは、はい、なんか手分けして書いてるんだけど、はい、今はね、檀家さんの書簡がいて、うん、でその人にちょっとお願いして、そのお盆入る前に、うん、で今書いてもらってるけど、もともとは住職が自分が帰ってくる前に住所を全部書いとった、うん、で自分が帰ってきた時にちょっと手分けしてやってた、うん、けどなんか違う仕事があるってんで、あれでだいぶ取られるから、うん、でお盆に関しては全部書いてもらおうってなって、要は書いてもらったところに補強を入れて魂気を入れるのは自分ないから、だから書いてもらうのはじゃあ字が綺麗な人で書いてもらって、うん、って言って今並べて今あそこで補強を入れてるって感じだね。大体何本ぐらいやられる。800本以上。
上あって800本800本以上って多分全国広しといえどなかなかないと思うよ。そうですよね、うん、もう本当にね、ほぼ900本に近い800本やわ。それは、魂入れた後は、どうなるんですか。お墓にみんな持っていかれて、お墓に建てに行かれるって。ああ、なるほどなるほどなるほど。明日16日の2時から、うん、合同のお参りがあるんやけど、はい、でそのお参りの時に本堂にみんな魂をこう集めて、皆さんもそこにお参り来られてて、うん、で先祖にお参りするわけよ。でお参りしたその当場よりしろみたいな感じ、その魂の、うん、でそのよりしろをお墓に持ってって、で自分たちで建てるみたいな。で去年建ったやつは、下げてきて、でお寺で預かって、うん、で後日お焚き上げするみたいな。あ、なるほどなるほど、うん、あ、こんにちは。こんにちは。どうも。お酒持ってんの。飲まないの。飲まないのかよ、お酒。そのくだりからか。飲めないです。はい、それじゃあ皆様、じゃあ参りましょうかね。よろしくお願いいたします。お願いします。お父さん全部ね、喜怒哀楽お世話のものを置いてってくれてるわけやから、よくさ、なんか悲しみを乗り越えてとかって、ね、聞いたりするじゃん、ね、悲しみは乗り越えれることはできない。これ例えばさ、ね、5年経とうが10年経とうがさ、30年経とうが悲しむは悲しいやじゃんね。ね、それ当たり前にかね。でその時に、まあ、その人のことを思ってさ、あんたいつまで泣いてまんけとかさ言う人もおると思われちゃう。さらに泣くちゃ泣くし、その泣くが悪いことじゃないし、そんだけ思いがあったからこその今の気持ちやからね。だからその全部の気持ちも、喜びも悲しみも寂しいっていう気持ちも、あんまりやっちゃダメとかって言うけど、そうじゃなくてそれも含めて届けて、でまた泣くからこそよし、じゃあまた頑張ろうってなるわけがね。それを我慢しとったスローが不健康やから、だからその全部の気持ち、お父さんやから相手はね、だから全部受け止めてくれるわけやからね、なんかちゃんと受け止めてもらって、でまた頑張る姿見てもらえばさ、それ以上のことないわけやん。無理にさ、頑張るにゃみたいなね、まあ、男はさ、なんか切り替えっていうかね、はい、ちょっと親父やし頑張ってる姿を見てもらう、でそれで安心してもらえってなんか繋がってるところあるじゃんね、はい、やっぱり娘とさ、お父さんとまた違うし、それぞれの気持ちあるから、だから全部の気持ちが大事やじゃんね。これが良くてこれダメってことは何もないし、泣いてあげたら、ね、それはそれでお父さん、それはそれで嬉しいと思うじゃんね。毎年集まって毎年泣こう、みんなでね、そうやよ。ね、いいがいいが、こういう時泣かんにゃ、ね、うん、肉体はなくなったけど、でも魂はずっと生き続けていって、その例えばみんなの思い出って、お父さん思い全部残ってるでしょ。自分と一体ないじゃん、ね、だから自分の命は、だからお父さんからもらった命、お母さんからもらった命やね、この肉体も命も全て、ね、だから自分の命であって、自分一人の命じゃないね、自分とお父さんが一緒に生きていかれる。だから自分を大事にすることがお父さんを大事にすることにもなるわけや、ね、もちろんお母さんを大事にすることもなるしね、うん、はい、ならじゃあ失礼いたします。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございます。じゃあ始めさせてもらいますね。お願いいたします。本邦館に三内地を追地御本職行くよう一切三世仏下経上中一切三宝所尊。おお、皆さん、ご参加ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、でも皆さんお元気そうで何より嬉しい。大変おかげさまで元気です。あ、ありがとう、こちらこそね、すいません。ではじゃあ失礼します。じゃあありがとうございます。どうもありがとうございました。みんなもね、今日で夕方の、ね、これでお参り最後になりますので、明日の16日最後2時からのお参りで、最後の今年のお盆の締めということになるので、お世話様を迎えさせていただいて、そして日頃の感謝の気持ちと、で自分たちの命が今あるのはお父さんお母さんがおってやろう、なんでおじいちゃんおばあちゃんがおる、お父さんお母さんにはおじいちゃんおばあちゃんがおる、で
そのおじいちゃんおばあちゃんにもまた親が、それから先祖ご先祖様ってことで、一人でもおられんかったら今の自分はいないってことやね。親もいなければおじいちゃんおばあちゃんもいないわけから、ご先祖様にありがとうございます、ね、今元気に自分たち生活して学校でも友達もいっぱいいて、自分の好きなこともしてっていう報告をするっていうのも、あのこのお盆の大事なこと。先祖さんだけが大事なわけじゃなくて、みんな先人たちで先の人って書いて先人、感謝の気持ちを込めて、まあ、手合わせるっていう意味では、誰とは関わらずやっぱりありがとうって気持ちを持ってさせていただくっていうことが何より大事っていうことを再認識するお盆の行事と思ってもらったらいいですね。毎年の恒例行事があるっていうのは、あの忘れないように大事なことやから毎年行われるっていうふうにね、また思ってもらったらいいかもしれないね。はい、ならじゃあこれでそういった気持ち込めてまたお墓巻いてくるからね。はい、じゃあよろしくお願いします。なんかね、降りそうだね。よし、はい、妙法蓮華経如来十両本大十六字が特仏大正教正骨子無量安西無量高位道師上皇蓮華経息子ね、今度あの大事なあの跡取り息子、今中学校2年生 であの来年中3、高1から山梨の西蓮宗の総本山にもう、ね、修行に入るっていうか、学校はそうなんだけど親元離れて大変だと思うけど、あと2年後、ね、あの行く予定です。頑張ります。はい、皆さんお疲れ様でございます。今日は8月15日ということで、月2回、1日と15日この盛り塩をですね、あの仏様に備えさせていただくんですけれども、今日は、15日ということで、せっかくなのであの盛り塩の作るところをご紹介させていただきたいと思っております。はい、ではじゃあ参りましょう。これね、盛り塩を作るときにはこういったね、あの固め器、まあ、いろいろなね固め器とかもあると思うんですけれども、三角錐とかね、あります。でこれも結果三角錐になるようなあの形の、固め器でございます。でこれヘラがあってということですね。皆様あの盛り塩を作られたことあるという方はあのよくご存知だと思うんですけれども、天然のこうやってね粗塩、こういうのを使います。ちょっとこれ一袋多分足りないので、でかいのも今持ってきてるんですが、まずね、固め器に、入るだけ入れれるだけこれで入れてきます。粗塩は天然の塩だったら何でも大丈夫です。ただあの味塩とかね、台所で使うようなお塩では意味がありませんので、天然の海水から、こうろ過してね、あの取れたこの粗塩を使います。まずこの固め器になんせね、この乾いた状態の粗塩をさーっとこう流し込んでいきます。である程度こう入れたかなと思ったら、ヘラで一回こう整えていきます。で押すとまだ全然入るので、ねこれね、いっぱいになるまで入れます。結構ね押すと入っていくので、ちょっと山になるぐらいでちょうどいいかなぐらいな感じで入れてくださったらよろしいかと思います。これ多分ね、あの最後ちょっと入れるときに水分を含ませて入れるのでちょうど今いいんですけど、ちょっと多めにね、入れてきます。ガバッて入らないようにね。これどれぐらいの頻度で作られたりするんですか？これは月2回ですね、うん、毎月1日と、15日、まあ、月1回でも大丈夫です。あとなんかこれはあの仏様に備えるやつなので、そんな悪くならないんですよ。でも例えばあのちょっと陰気なところ、お部屋のどっかにとか玄関とかやってる、備えられる方は玄関だったら結構みんなあの気が入りやすいで、あの出入りする場所なので毎日変えられるっていうところもあったりしますし、例えばあの客商売してるお店の方とかだったら、まあ、ほとんど毎日そのお客さんが持ってこられたその邪気というか、あのそういったものをあの毎日払うっていう意味であの毎日作られる方もおられますよね。で各ご家庭だったら基本的には、しかも神様のところにお供えするんだったら月1回か2回であの十分だと思います。だいたいこの押してちょうどこれでねぴったりぐらいかなっていうところですね。っていう
ところまでこう入れられたらもうちょっと入れるかな、余ったら余ったらいいんですけど、足りなかったらせっかく固めたのになんか先っぽまでとんがらないんですよね、三角錐の先っぽが。ここまで入れたらここに開けます。で開けてどうするかって言ったら水分をちょっと含めます。これはただお水なんですけど固まりやすいようにね、これちょっと含ましていきます。でここからヘラを使ってこれね、水分になじましてきます。ヘラとかない方は例えばビニール手袋とかされて素手で触らないようにといいますかね、手でこうで、ね、揉んでいただいてもいいと思います。だいぶこう馴染んできたなっていう感じになりましたら、これをまた固め器に入れてきます。最初の、ね、分量と測るところは、ね、一番慎重にしていただかなきゃいけないかもしれないですよね。足りなかったら、ね、もう一回やり直しになっちゃうので、ちょっと多めに、気持ち多めに塩を、ね、入れていただければと思います。でこう押しながらね、必ずこのパラパラと塩がこぼれてくるので、こうやってなんか受け皿的なものを用意されて、その上で、ね、されたらいいと思います。実はこれね、牛乳パック使ってるんですよ。牛乳パックこれ使い終わったらまた洗ってで保管しといて、毎月使わせてもらってます。まあ賛否あるかなこれね、どうだろうね。いやでも一番良さそうですけどね、最後それまとめて入れやすい。そうなんそうなん、これ結局ねこういう風にしてまとめて最後サラサラっとね集めていただいたらこぼれないようにして、でね、これねしっかりとねギュッと最後ね押していただくっていうのが味噌な。これなんで味噌かって言ったら、三角錐の頭のちょうどつくつくのところが綺麗になりますので、最後そこをイメージして、ね、しっかりとこうグッとヘラを使って押し込んでいただくというのがこれポイントです。ね、森塩の作り方の動画解説っていうかね、それ実演のやつも動画ありますので、もしよかったらこちらの動画またチェックなさってみてくださいね。そこで詳しくまた作り方は同じですけれどもね、参考にしていただけたらなと思います。はい、いいんじゃないでしょうか。こんな感じで結構押せたら大丈夫だと思います。もうグッといかないぐらいまでになってますので、これで多分いいと思います。そしてここまで来たら最後の仕上げです。この盛るお皿をこの固め器にカパッとはめます。はめてここからせーのよいしょ。さあなってますかね、いきますよ、3、2、1、フォーン、おーし来たね、綺麗になってるよね。ああよかったよかった、このつくつくになるためにはね、最後の押しがねやっぱ大事なんです。でこれをここに乗せて、はい、これをね仏様にお供えさせていただきます。じゃあこういう形にしてお供えしていきます。はい、こういう形になります。はい、じゃあ仏様ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。これは明日仏様にご飯をお供えするんですけれども、そのご飯が、仏様の食事になるようにということで、そのご飯にねこのお経をね書いたものを棒でこう刺していくんですね。そういったお経を今から書いていきたいと思います。でこのね書くお経が決まっていて、この宝刀月っていうお経なんですけど、これ間違わないようにこれを見ながら書いていきます。よし、じゃあ行きましょうかね。そんなね字がねそんな得意じゃないんだよね、これがね問題だね、これね。じゃあそれでは白からいきましょうかね。じゃあ心を込めていきたいと思います。お経の漢字ってやっぱり普段使わない漢字やからね、難しいね。難しいですよね。ね、1日なかなか激闘の1日でした ね本当やね。今年はまだこの気温がその暑くなかったから、まだ過ごしやすかったからね、助かったね。なんとか終わった明日16日最後の合同の法要がねあるから、
まあ雨だけで、ね、降ってくれなければいいけどね。そうですよ ね、それだけが一番心配だけど、やっぱり一人でも多くみんな参拝してほしいし。そうですよね、うんうん、実際なんかさっきも命題とったけど、大阪からやっぱり車で来る人ももらえたし、うんうん、やっぱり県外からもねみんなたくさん集まってこれるから、うん、同じ場所で同じ思いを、それぞれの思いだけど、同じその専属票っていう意味で、うん、同じ思いを手向けるっていう意味で、とってもやっぱり価値のあることで、うん、法要っていうのは、うんうん、だから明日みんな集まって同じ思いでできたらいいなと思いますよね。いや、母なる海、うんうん、大地で、そこに毎晩感謝の思いをね、うん、捧げに来てるのね、うんうん、特にこの、お盆期間中は、はい、うん、でここで最後思いを捧げさせてもらって、今日一日のスケジュールがおしまいになります。はい、これで本日の主なものが終わったかと思うんですけども、はい、今日一日の感想であったりとか、うん、明日への意気込みとかあったりしますかね。やっぱり旦那さん家お参りさせてもらって、先祖ね、うん、先祖教員に行って、あるお家では家族みんな揃って悲しみを共有しているそういったお家もあれば、うん、あるお家ではね、その親先祖、おじいちゃんおばあちゃんたちを思い出してね、また頑張ろうっていう風にしてる家族もいればね、うん、まあ、いろんな家族、やっぱり人それぞれのね、ところがあるんだけど、やっぱり大事な行事やなと。そうですよね、うん、やっぱり夕方子供たちにも本堂で話させてもらったけど、うん、その親先祖のことを思う、うん、感謝の気持ちを捧げるとか、うん、そういうことと同時に、うん、自分の命の大切さをもう一回再認識する、うん、そういった行事がこのお盆だと思うから、やっぱり大事な行事、うん、やっぱり見られている視聴者の方たちにも、やっぱりなんかそういった思いで、うん、この時期過ごしていただく方が、いただきたいなみたいな感じですよね、うん、そう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 、うん、やっぱり生きてるなっていうね、そこに感謝の気持ちやっぱり持ってほしいなと思うしね、うん、で生きてるのはやっぱ親たち先祖たちがいたからっていうことだから、うん、だからそこの気持ちだけはやっぱりちゃんと忘れずにっていうかね、大事にしてほしいなと思いますよね。ありがとうございます。さあ皆さん、寺の仕事は終わって、自分の一日の最後の締めはもちろん筋トレですよということで、これでも本当にもう筋トレしないと一日終われないですよね、いつもね。でこれをやることによって心身ともにリフレッシュして、そして休むことでまた明日の一日の影響を養うと。これもう欠かせないですよ。もう疲れてようが何しようがもう行かないと明日を迎えれないって状態なので、ということで今日はこれで見て締めさせていただきたいと思います。じゃ皆さん、今日一日お疲れ様でした。じゃあ行ってまいります。じゃあね、バイバーイ。行きます。皆さんおはようございます。かんちゃん住職です。今日は8月16日お盆最終日になりました。もう昨日ね、もう夜筋トレ行ってね、もうがっつりやってきました。もう最高でした、本当に。もう背中バキバキですもんで帰ってきてゆっくり休もうと思ったら、昨日東京からね、妹が帰省してきて、お盆手伝いしてくれてるんですけども、調子乗ってもう夜中2時間喋って3時前まで寝れませんでした。もうね、まあ、いい意義な話できたのでよかったんですけど、めっちゃ寝不足です今今日まあ最後のでもね、お経参り昼の2時からこちらで大法要をやって、で片付けするところまでこちらお届けしたいと思いますので、それは気合い入れてね、皆さん見てくださいね一日頑張っていくぞおテンション高め
説法教家奥州上領にオーストニーライム領公州上公弁言念案に入れてめっと上重視説法過剰中押し精進水力量天道州上水湾に、うん、ここはね、もうパワー見せるしかないね日頃のサービス感あんまりふざけてたら怒られたら準備も片付けもみんなしてもらってるんですよね。でこういう人たちが来て初めてお寺が一つの行事ができるっていうことでとっても心から感謝している、いつもお手伝い来てくださる皆様で、檀家さん皆様でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや終わりましたね。今日涼しかったらよかった。30度以下の気温やったから、うん、とってもできたし、いつもやったらもう炎天下の中もうびっしょりになりながら汗でちょっと甘い匂いしながらさやってるけど、今日は今以外にできました。分かってる範囲でも本当県外からもたくさん来られてたなっていう印象でしたね。皆さんお疲れ様でございました。この方の長野県から来られてすごいよね。そう、車でもう3時間半ぐらいかけて来られて、でいつもねお参りされては掃除もねもう片付けもいつも手伝ってくださるんですよ。はい、皆さんお疲れ様でございました。ということで実は今回の動画はチャンネル登録20万人突破記念ということで、まあ、日頃の私の日常生活をちょっと密着で撮っていただいたという動画をお届けさせていただきました。お盆ということもありましたし、なんかお盆ではお坊さん何やってるんだろうみたいないうことをちょっと密着していただきました。今日まあ後ろの上もにやかですけども、お手伝いをねしてくださる檀家さんとか信者さんがおられるからこそこのお寺が本当に成り立ってますし、私も YouTube できるのはこうやってサポートしてくださる方が常におられるんですよね。皆様にこの配信をお届けさせていただけるという時間を取らせていただいているということも合わせてお伝えできればなというふうに思っております。今日県内外から来られましたし、あと日蓮宗じゃない宗派の方もたくさん来られておりますので、皆様気になられる方ぜひねこの新成寺365日ずっとお参りできますので、ただ私がいるかどうかはちょっとね出張もあります、仕事はしていない可能性もありますので、一旦ご連絡いただいて、でそこからお参りしてくださったら幸いでございます。はい、ということでですね、皆様また、次の動画でお会いしたいと思います。ありがとうございます。